こんな中田です。黒田武です。これですね。3回に分けたんで、今回から。もう1131回は今喋って終わったんで、まあ、間髪入れず、なんだか分かんないです。ちょっと日本語が分かんなくなりました。今回は、2パターン目、1130回を今、喋りました。1131回目です。ほとんど同じ人間が同じ風にやってるんですけど、1131回目になってます。はい。今まで1本にしてたのを3本にしました。なぜかっちゅうと、総視聴時間数を増やしたいからです。その作戦です。読書ですね。晴れた日にね、今日晴れなかったんですけど、15分くらいちょっと日光浴しながら、タブレットにKindle 入ってて、Kindle にタブレット入ってタブレットに Kindle アプリが入ってて、間違ってないですよね。それを読んで15分。まだね、ずっとこの頃言ってますけど、菅秀美さん、評論家のね、震災翼系の話、を主にしている1968年という新書をまた 2,3 ページ読み進めただけです。もっと言ってるかな。なんかね、いろんな、なんかこう偽りの歴史とかね、あといろんな人の名前が出てきますけどね、三島由紀夫は当然ですけど、中野重治とかね、いろんな、このなんかね、あと誰だっけな、なんかいろんな人が出てますね。あと、まあとにかくね、その今にね、こうつながる、なんでかっていうと、団塊の世代の人、安保反対の世代の人たちあたりが今おじいさんおばあさんになってトップクラスにいるわけですよ。だからすごく影響があるんですね。いろんな影響が、その人たちがもう学生運動時代に主張していたようなことが今じいさんばあさんになって、主流になってきてるわけですね。こう取り替えちゃってるわけですね。それで普通も打つのもいっぱいあるわけですよ。だから男女の性の問題、男女の性が乱れたっていうのも、その安保世代の乱れが今につながってると私は思ってますからね。だからそれがヒントになると思って読み始めてるんですけど、あとね、これは前回言いましたね、松本清張の黒い空はようやく読み終えまして、一応はね、あとなんだっけ、ミステリーの系譜っていう、これ短編集ですか、それをまだこれから読み始めるとこなんで、まあ何から行こうかっていうのもあるんですけど、まあちょっと新潮文庫版か何文庫版か分からなくなっちゃったんですけど、ちょっと今その入手してあるやつは文庫本ですけど、字がちっちゃいですね、ちょっとね、もうちょっと字がでっかいのを選べばよかったんですけど、ちっちゃいのだけど、まあちょっと選んじゃったんで、ちょっと変える必要もないんで、まあキリがないですから、同じですから、同じじゃないんですけど、もう訳が分かりませんので、都会控えやってもね、男性に対する女性、女性に対する男性も同じです。とっかえ引っかえしてもうキリがありません。頭おかしくなるだけです。性病になるだけです。一人の人を大事にしましょう。はい。まあ一貫してるんですけど、そこら辺はね、私の主張はね、あ、そうだ、思い出した、次に喋ろうかな、忘れちゃったりしてね、これね、忘れる可能性多いな。読書的なもの、テキスト的なものを中心に今回ちょっと3分割のうち2つ目やろうと思ってるんですけど、まあ順不動ですけど、まあ、テキストっていうと、まあ、SNS もね、動画のSNS もありますけど、 SNS、 そうだな、一人ね、そういうなんか、ソープランドみたいなね、風俗店で悲しい話を聞いたなんて言って、私がね、それでそういう美談にするなと言ったら、戦いを挑んできたバカがいまして、ブロックしました。で、私もだからとことんその人と付き合えばよかったんですよ。議論して、それできないですね、私。相手はバカだと思っちゃうんで、今度は何にもなりませんね。何にもなりません。ブロックしちゃいました。言っても分かんねえなって思っちゃって捨てちゃうんでね。
そんな人いてもいなくても私の人生全く関係ありませんからこれってなっちゃうからダメなんですよ。私進歩がないんですよ。とことんその人とこうテキストでね文章を交換し合って妥協点を測って、私は妥協しませんけど、そういう風俗店とかソブランド嬢とかをこう存在を認めちゃうから、そういう人間が女性が流入しちゃうんですから、そんなの美談にするのは悪だって言って、それが正しいんですけど、残念ながらちょっとまた一人決裂して私が助けることができない人間が、まあ助けることができなくたってのうのうと生きていくでしょうね、その人はね。こうなっちゃうからダメなんですよ本当は。とことん言い合って少しでもこう考えは違うけど俺は認めないけど、でもとことん議論したってなればいいんですけど、だから私はねまだ全然ダメですね。57歳になっても全然人間できません。私もできません。だから親友もできません。心の底からってもできません、できません、できません、できません。思ってくれる人はいるかもしれないけどできません。私からはこれ人間が止まっちゃってますから、全然ダメです。これダメです。一人ブロックしちゃった人は残念ながらもうお会いすることも何もないでしょう。残念です。いやー、それでいいのかなっていうのねって思いながら、だけど今やもう遅し、ブロックを解除する気持ちもありません。あとね、そう、あと赤塚幸男さんってね、中部大学の先生だった人、まあ、亡くなっちゃってますけどね、人文学のプロレゴーメナ、それ一回読んでたはずなんですけどさっぱり忘れちゃったんですよね。あの赤線引っ張ってあるから、だからそれ再読です。再読、まあ人文っていうのはもう再読っていうのは必須だって言いますけど、でも莫大な情報量があるのに繰り返し見るっていうのも、それに上乗せして時間はかかりますけどね。だけど一回読んだっきりじゃ忘れちまいますよこれ、人間。まあ読書はそのくらいかな。いや、もっと広げましょう、せっかくですから。新聞じゃね、土浦一高で高校の時茨城にいた誰だっけな、ほがつく人ね、ひまわりっていうね、交通事故でちょっと手足が不自由になっちゃった車椅子でその弁護士を目指すっていう女の人の物語、ひまわり連載してますね。もう200回超えましたけど、私が心筋梗塞になって、ひどいことになっちゃった時に連載が始まりましたけどね。その前は茨城新聞ですけど、前島ひそかのね物語だったんですよね。郵便の前島ひそか、その次に、今ひまわりになってもう200回超えましたけど、今ねその前例がないってことでね、手足が不自由な人が、どうやって論文試験にパスすればいいのかっていうことを、それでこうやり方を加えてくださいっていうところの話になってますね。結構泣かせますね。まあそういうところで、3つに分けながら慣れていこうと今思ってるんですけどまだ過渡期なんで、また戻しちゃうかもしれないし戻さないかもしれないし分かんないんですけど、結局なんでこれをやり始めた、3つに分けたかっていうと、まあ、1つはテレビドラマとか動画ですね、それ1つ、それとテキストというか読書2つ、それで3つがまあ今までのその他統合近況とかね、出来事とか、ちょっとそれでもちょっといい加減にちょっとはみ出しちゃうとこあって、そうミックスしちゃうとこもあるんですけど、やってみて分かりますけど、そうなっちゃうんですけど、まあ、区切りがピタッとはいかないもんですこれね、今総視聴時間数1年間365日で4000時間突破を目指すためです、目指すためです、はい。なんでかっていうと、あと3年で、フルタイムの定年が来るからです。その前に何とかしないと調子狂っちゃうんですからね、ペースがね。やっぱお金に左右されるような人間にはなりたくないから、そういうことです。まあ本当は言いたいことをいろいろ今思い浮かんちゃったんですけど、ああそっか、言っておいた方がいいか。だからこれこそ結婚難問題ですから、困難救助隊ですから、私自身もこうやって世界にこうやって広げて喋って
概論を喋ってるだけじゃなくて、まあ、恋は陥るもんですけど、陥ったら一人の人にアプローチとか頑張ればいいんですけど、本当はね、見合いとかね、紹介とかそういったもので、ある程度いいなと思いながらだんだん愛していく方が、私としては人間として綺麗だな、美しい生き方だなとは思うんですけど、そうもさせないんでね、社会がね。愚痴ですか、これでは。これじゃ愚痴になっちゃいますか。本当は綺麗にね、明るく最初から最後までフワちゃんみたいにバーンとかやっちゃった方が人気は出るんでしょうけど、そうもいかないんです、これがね。私の今までの、なんでしょう、失敗でもないのか、性格なんでしょうか。